林修長は戦国時代の武将。秋国の戦国大名毛利鹿ビンゴ国松岡城主。旧姓は菊池氏で父、部長から林氏を名乗る。父、部長は菊池農運に仕えていたとされ、農運死後にビンゴへ渡りその後、毛利元成に仕える。兄、長林が小早川高陰に仕えたため、次男の州長が、 林宗家を継いで、元成に仕える。天文24年の五福島の戦いの論考にて、元成より、おさむの字の変記を賜る。吉田物語にて、毛利てるもとに、五福島で王子の合戦の状況を伝えるという、話が再録されている。永六五年より始まる、第二次合戦戸田城の戦いに従軍し、死者、目付等を任されていることが、 吉田物語に記載されているが、それより、以前のことは、よくわかっていない。天正10年の本能寺の変、翌年の静ヶ岳の戦いを経て、橋場秀吉へ、毛利氏が接近を図るようになると、同年12月から秀吉と毛利輝元の連絡役を務め、上方との接衝に当たった。また、稲葉、放棄の統治を任された、井上治萌の補佐を、 小倉本悦と共に行い、天正19年、1591年により、平佑治の,の後任として、柳沢玄生と共に、岩見銀山の銀山奉行を務める。天正14年の九州西伐では、息本義と共に、武善国河原岳攻略戦に参加。息ともども、先行を挙げて、豊臣秀吉から感情を受ける。天正十六年には、豊臣秀吉より、 豊臣生を配慮し、7月には、非善神に除任される。また、天正15年から天正18年にかけて行われた、総国検地では、検地奉行、田渡し奉行を務めている。聖神社を再建し、鎧刀を奉納。天正13年に、毛利元成座像を岩見銀山町アンデラに奉納する等の活動も、伝わる。ありがとうございます。